ここまで来るなんて、あんた強いのね。俺はフォルセナのファイターだ。剣の腕には自信がある。この辺にいるザコモンスターには負けないぜ。それは心強いわ。フェンデルまでよろしくね。いっそ戦いはあんたに任せて、私は休んでいようかしら。洞窟内は戦いづらいが、慣れるしかないな。洞窟に入れなくて困っていたんですが、
あんたさんが結界を解いてくれたおかげでようやく。ところが道を間違えて落っこちてしまいましたとさ。そこへ偶然あんたさんが。もし遅かったら今頃、なんてかわいそうなシャルロット。ああもうピーピー泣かないでよ。泣きたいのはこっちよ。フェアリーは取り憑かれるし、今度はガキちゃう。本当にもう。まあどうせ光の司祭さんに会いにヴェンデルまで行くところだから別にいいんだけどさ。ほらついておいで。なんだ、あんたさんうちのおじいちゃんに御用だったんでちか。じゃあシャルロットを助けても罰は当たらんでちよ。こう見えてもシャルロットは光の司祭のお孫ちゃんでちから。ま、でもここからだったらヴェンデルは目と鼻の先でち。別にあんたさんの助けはいりません。そっちこそ迷子にならないように。あのガキッチョ、せっかく誘ってやったのに。すぐに戦ってやるぜ。この辺の敵は全滅させたようだな。行くわよ。ここに光の司祭さんがいるのよね。どんな人なのかしら。ここまで連れてきてくれてありがとう。さあ早く光の司祭様に会いに行きましょう。今宵はもう遅い。また明日参られよ。それどころじゃないのよ。獣人がジャドもアストリアも占領しここに攻め込もうとしてるの。それにフェアリーが。なんとそれは大変。すぐに司祭様にお会いになってください。
なた方がマナの女神様の祝福を得られますように。ふーん、あなたが光の司祭さん？なんか普通のおじいちゃんって感じ。私を助けてくれるかと思ってわざわざ来たのに。ん？あんたが光の司祭か。さあ、俺にクラスチェンジの方法を教えてくれ。俺は強くなりてんだ。やめておけ。お主ではまだまだ経験不足。とてもクラスチェンジなどできん。なんだと？お主もマナストーンという名前だけは聞いたことがあるじゃろう。十分に経験を積み、マナストーンから力を得られればクラスチェンジが叶う。そんなかったりいことやってられっかよ。俺は今すぐ強くなってあのグレンの魔導士を倒してえのに。ちょっと待って、先に私に話させて。司祭様、私はマナの聖域から参りました。世界からマナが減少し、聖域のマナの木が枯れ始めています。なんと大変じゃ。マナの木が枯れればマナストーンに封印されし神獣たちが目覚め、世界は滅んでしまう。何のこと？何を人ごとみたいに言っておる。お主はフェアリーに選ばれし者。お主が聖域に行ってマナの剣を抜かねばならんのじゃぞ。なんですって？聞いてないよ。ねえフェアリー、どういうことなの？ごめんなさい。マナの減少によって私たちは聖域の外では誰かに取り付いていないと死んでしまうのよ。あの時あなたに会ってなければ今頃。はいはい、そりゃよかったわね。じゃあもういいでしょ。さっさと私から離れて司祭様にでも取り付いてよ。それができれば苦労せんわい。フェアリーは一度宿主を選んでしまうと、その宿主が死ぬまで一生離れることができんのじゃ。そんな、やあよ、私行かないからね。私にはそんな剣なんて必要ないもん。アルテナの断りの女王の狙いもマナの剣なんでしょ。女王にあなたの力を認めさせるいいチャンスだと思うけどな。あ、ちょっと人の頭の中勝手に覗いたでしょ。信じらんない。もう、でもちょっと待って、そのマナの剣って一体何なの？マナの剣、それは全ての精霊を司る古の力の象徴。マナの女神が世界の創造に用いし黄金の杖の仮の姿。マナの剣を手にせし者、世界を支配しうる力与えられん。その剣、今なおマナの木の根元に密かに眠らん。マナの木が完全に枯れてしまう前にマナの剣を抜くことができれば、マナの女神様は再びお目覚めになって世界をお救いくださり、望みも叶えてくださるじゃろう。お母様もその剣を手に入れようとしている。私が先に行って剣を奪えばきっと私を見直してくれる。で、そのマナの聖域ってところにはどうやって行くの？ごめんなさい、マナが減ってしまい、私にはもう聖域への扉を開くだけの力は残っていません。世界のさまざまなところにマナストーンと呼ばれる神獣が封印されし8つのエネルギーポイントがある。これらのマナストーンからエネルギーを解放すると
マナの聖域と現世をつなぐ聖域への扉が現れる。この扉に入ればマナの聖域へとたどり着けるのだが、マナの女神が眠りについた時、聖域を現世から封じるため8つのマナストーンのエネルギーは封じられてしまった。どうすれば？大昔には古代魔法と呼ばれる呪法によってマナストーンのエネルギーを自在にコントロールすることができたと言われている。しかしその呪法をめぐり利権を奪い合う国々によって戦乱が起き、世界は神獣以来の危機を迎え滅亡寸前にまで行ったことがある。かろうじて生き残った者たちは同じ過ちを繰り返さないよう、その古代魔法を禁断の呪文として術者の命を奪うような呪いをかけ封印してしもうた。今では失われた魔法として誰も知る者はいない。一つだけ手があるよ。マナストーンの近くには必ずその属性の精霊たちがいるはずよ。彼らの力を借りることができれば、残されたマナの力で私でも聖域への扉を。その手があったか。お主たちが通ってきた滝の洞窟の上には光のマナストーンがあると言われている。滝の洞窟で光の精霊ウィル・オ・ウィスプを見たという者も多い。まず手始めにウィル・オ・ウィスプの力を借りに行くのじゃ。フェアリーと共に滝の洞窟へ行って調べてみるといい。おいフェアリー、答えてくれ。もしかしてお前らと一緒に行けば俺の願いも叶うのか？もちろんよ。世界最強の天使になれるかも。一緒に行きましょう。よっしゃー、俺も行くぜ。
行きましょう。
ってた横穴ね。向こうに渡るにはどうしたらいいの？そっか、あなたたち飛べないんだもんね。でもここなら滝の水からマナの力を取り出せそうね。あなたたちを向こう側に渡せるかやってみるよ。この辺の敵は全滅させたようだな。悪そうな顔をしてるわね。こいつは光の精霊じゃないわ。巨大な魔物よ。でもなぜかこいつからマナの力を感じる。どうして？本当か？なんで魔物がマナの力を？悩むのは後回し。こいつを倒してから詳しく調べましょう。わっ！いっちゃって。覚悟するのね。ダブルアタック。邪魔だ。ダブルアタック。
状態なもんすから、いつか神獣が封印を解いて復活しちゃうかも。仲間の精霊たちを一刻も早く見つけ出して聖域への扉を開きましょう。
を急ぐぞ。お前らのおかげで滝の洞窟の結界が消え、労せずして生徒ウェンデルへの進行が可能になった。その礼をさせてもらっただけのことだ。ありがとうよ。よし、行くぞ。マナの木が枯れていく。聖剣を抜く勇者を見つけ、マナの女神様を覚醒させなければ。人間界の光の司祭様にこのことをお知らせしましょう。さあ、手遅れになる前に急ぎましょう。マナの木を救って。あなた方も捕まっちゃったんですか？ねえ、何なのここ。私たちあれから一体。私はローラントのリースと申します。生徒ウェンデルへ行った帰り、滝の洞窟でビースト兵に捕まり、皆さん同様この地下牢に。でも大丈夫です、私に任せて。きっと皆さんもここから出して差し上げますから。ほら、何を話している。おとなしくしろ。あの、すいません。こっちの牢屋の奥の壁の裏から穴を掘る音が聞こえるんです。
かも。本当か？あの奥の壁です。騙しただ。ごめんなさいね。しばらくそこに入ってて。開きましたけど。皆さんご無事ですか？では行きましょう。港に行けば船があるはず。この町から脱出するんです。獣人たちがウェンデルに攻め込んで町の警備が手薄になったら船を出すって私が捕まる前に町の人たちが話していました。さあ急ぎましょう。ただその前にそこの女神像で回復しといた方が良さそうですね。誰も来ないうちに。